足くらったシュートで鳩起きてそういうことリアルだちょっとちょっと待ってちょっと待暴れたんねえな暴れたんねえや暴れたんねえやあれいつもより高さを驚かします止まった感を見せた方がいいですかみんなではい分かりましたっ、ね、てそこで言えばいいじゃんいやでも違う、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ普通に俺はうっせーからよ嫌じゃねえかよてめえ泣いてんのかよ、また何なんだよてめえ泣きゃいいと思ってんじゃねえだようっせーよいいよ、いいよ、やめなよ文句あんのわかった、わかったわかったわーもうやめろってタカさんだってさ今日で25でしょせーの弁当食べたくてさ俺だって100いったんだよすげえ食べたい、なんでこんなことなんだろう飯まずくなんじゃん。あい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 な。はい。はい。あい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 。じゃあ一でやります。はい。一二ついて。よーい。セット。ちょ待てよ。あ、なんで間違った。それさ、俺が提供したネタだし。ダウンに間違えてるじゃん間違えちゃったな何の答えで足にはトントンイエーイおいおいおいアッセジャックナイフおいツンツクセおいアッセよ安心のかよやっぱあのいつもの面白いネタやるよ面白いことやれよ面白いネタやるんでちょっと見てください3、2、1ジャックナイフそのごめんなさいどっちかって言ったら俺は慰めに回るよそして部長完全にねもうでも首に輪に入ってないわ先生部長先生ケイちゃんはいつもねあのね稽古はでもねみんながこうメインテーマとかね歌ってる時に一人で強くなるんだ強くなるんだいつも袖でやってます聞いてください泣かない泣かない袖なんですけど開演5分前です靴下履いてなかったんですなんちゃって履いてなかったんですマジでさっきはいつも新兵たちのネタを考えてあげてるんですあの滑ったネタは全部滝口がバラよし集合だ大集合したぞ近いよ近い違うキャラクターお前ねこれがねカイドウの前髪の秘密なんだよわかる前髪全部使うとね束がね束が太いのこれをバンダナやると前髪が細くてカイドウっぽくなるんでシャープあ、本当だ神様泣いていいですか存分に泣くんだまあこの人が映画で主役ですよ彼がマフィアのボスで僕がそのボディーガードこれのシーンワンシーンをしてやりたいと思います読めないお前な先週よくもやってくれたなお前のおかげでうちのチーム解散だよおいなんだ来週のな月曜日までに2000万持ってこいよしあ、待つんだ待つんだ事故来てる事故相変わらずいいパンチしてるまた来週なはい、ゲネプロ前なんですけれども、はい鍵が壊れていて制約の人たちが出てこれません、はい私のメガネ中にありますそしてジャージも中にありますしょうがないですね、本当にいや本番じゃなくて本当だった本番だったの本番だったの本番だったの俺がうまいこと言ってたよ
声楽が卒業してもしないから青年館が閉じ込めたで、しかも友の携帯がぶっ壊れるし、このボールですね、よくどうやって隠してるのって聞かれるんですけど、じゃあ一連の動作をやります。僕まず藤に渡してるようで渡さず潰してます。藤、お前まさか藤、これ出ていい？いや、あるんだ。これずっと触りたかったんだよ、マイクで楽しい。これ、声聞こえてよ、これ。一つは、とにかく気をつけること。気をつけること。気をしないこと。時間を守ること。三つ目は何ですか？三つ目、はぐれない。やりきってるよ、あの顔。やりきった感あるわ。四つ目は、四つ目もあるらしいですけど、実は。実は四つ目も。はぐれない、そして。そして。そして。はぐれめげないめげない。5つ目なんすか。さりげない。5つ目は泣いてない泣いてない。こいつ珍しくまだ泣いてないんですよ。珍しく涙溜まってたけど流しちゃう。流れてない流した。あー卒業しちゃったよ。あー卒業。次の藤君や犬君や正学レギュラーの皆さん頑張ってください。ありがとうございます。本当に3年間皆さんありがとうございました。僕は藤井俊介やれて本当に幸せでした。ありがとうございました。